見学していただければと思います。本当に本当に感謝しています。ありがとうございました。知事のお付き合いでございます。本日の奈良ディーヤの完成、誠におめでとうございます。この両自治体でのですね、連携協力も引き続き森町長と図っていきたいというふうに思っておりますので。いただきました。参加協会の堀井でございます。今日は奈良ディーヤの完成、本当におめでとうございます。どうもありがとうございました。奈良クラブのキャプテンを務めさせていただきます、小谷由紀です。このプロジェクトが発足してから僕たち選手たちはこの日が来ることを心から待ちわびていましたし、自分たちのエンブレムが入った、練習場で思う存分、トレーニングに打ち込めるということはサッカー選手として本当に幸せなことですし、高みを目指していく上でこれ以上ない最高の環境を用意してもらったなと。そしてこの奈良ディーヤが、奈良のより良い未来を作っていく一つの場として、みんなが、立ち寄り集い楽しめる、空間となっていければなと思っています。